皆様お待たせいたしました。これより株式会社ポーラオルビスホールディングスと ANA ホールディングス株式会社によるコスモスキンプロジェクトのオンライン会計を始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます ANA ホールディングス株式会社の奥津でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに、株式会社ポーラオルビスホールディングス執行役員末延典子よりプロジェクトの概要を含めてご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、ポーラオルビスホールディングスの末延です。私からは今回のコラボレーションのきっかけとプロジェクト内容についてお話をさせていただきます。ポーラオルビスグループは、製品やサービスを通じて世界中の人々に驚きと感動をお届けしたいと考えています。昨年遠く宇宙まで発想を広げた新しい価値提供を目指して、内閣府主催の宇宙ビジネスコンテスト S ブースターに応募いたしました。我々ポーラオルビスグループが長年研究してきた肌や健康に関する知見と衛星データを組み合わせ、肌や体調をケアできる最適な旅行地の提案や、その地域ならではの経験を提供するというアイデアです。S ブースターでこのアイデアが ANA ホールディングス賞をいただいたことから、我々の連携が始まりました。このアイデアは我々2社とともに、現在ツーリズム候補地としての島根県を交え準備を進めています。さらに我々の連携はここにとどまらず、今回のコスモスキンプロジェクトが誕生しました。誰もが宇宙旅行可能な時代は実はすぐそこです。今年5月には民間企業が開発した宇宙船で有人飛行が成功しました。野口聡一宇宙飛行士も年内には宇宙へ飛び立つ予定です。まさに今年、有人宇宙飛行は新たな時代に入ったのです。より身近になった宇宙は、私たちにとっても新しい発想を生む場になるでしょう。このことは、実は地球での課題解決の一助にもなると私たちは考えています。地球の課題として、今一番身近なものは、新しい生活様式、ニューノーマルへの適用ではないでしょうか。例えばニューノーマルでは、うちで過ごす時間が増えたことで運動不足が課題となっています。皆さんもこのままの生活では体が弱ってしまうと考えたことはありませんか。今の状況は加齢による影響とも関連しますし、宇宙での無重力による変化にもつながります。他にもストレスや限られた資源など、宇宙と地上で共通する課題はいくつもあります。私たちは宇宙を起点に考えることが、実は地球での生活課題にも取り組むことができると考えています。つまり、宇宙空間での不便や不満の課題を解決することが、まさにニューノーマル時代に地球上での快適な生活を実現すること、ひいてはそれ以降も見据えたより良い未来につながるのです。宇宙での生活に思いを馳せ、従来とは異なった視点を持ち、新価値創造へアプローチすることで、地球そして宇宙全体の豊かな未来を描くことができると信じて、このプロジェクトを立ち上げます。最先端の肌科学研究をもとに、製品サービスを提供する PO グループと、航空産業において創造性を発揮する ANA ホールディングスとは、分野は違いますが、両社ともお客様に寄り添い、新価値創造を通じて新しい未来を築きたいという共通の思いがあります。私たちは宇宙事業を通じ、それぞれの知見を生かし、課題解決を実現します。
本プロジェクトでは、ポーラオルビスグループが宇宙でも心地よく使える製品、サービスの研究開発を行います。そして、ANA ホールディングスが有する宇宙環境に近いと言われている航空機内にて実証実験を行います。研究成果は地上から宇宙まで広く活用し、まずは2023年、宇宙と地上で使える化粧品を発売いたします。これは宇宙と地上を結び、共に課題を解決する、まさに新しい価値を持つ化粧品となるでしょう。あらゆるものが目まぐるしく変化し、先が読めない不確実な時代にあっても、私たちはこのプロジェクトが宇宙と地球の新しい豊かな生活につながると信じています。今後どうぞご期待ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではここから宇宙の課題解決が地球の課題解決へをテーマとしたパネルディスカッションに入りたいと思います。本日ご登壇いただくパネリストの皆様をご紹介いたします。宇宙飛行士山崎直子様。よろしくお願いします。極地建築家村上祐介様。どうもよろしくお願いします。全日本空輸株式会社マーケティング室宣伝部部長兼宇宙事業化プロジェクト江島真由美、ファシリテーターは株式会社ポーラ執行役員山口弘恵が務めます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。株式会社ポーラの山口です。どうぞよろしくお願いいたします。今回ご登壇いただく皆様は、制約がある特殊環境での生活も伴う任務をご経験されています。山崎さんはもちろん宇宙船空間、そして村上さんは南極のような極限の地、そして江島さんは飛行機の機内です。いわば特殊環境の有識者である皆さんに、このプロジェクトを進めるにあたり取材をいたしました。そうしましたら、制約がある環境での生活課題を考えることが、実は地球上でのこれからの生活の QOL を上げるヒントになるということが分かってきたんです。その一部をパネルディスカッションでご紹介してまいりますが、その前に最終的な化粧品の開発につないでいく3つの研究テーマを先にお伝えしておきます。1つ目は宇宙空間で起こる体の変化のメカニズムを解明すること。そして2つ目は、制限のある環境に配慮したユーザビリティ、容器に必要なこと。3つ目は、宇宙空間でも使える新しい化粧品の材形です。本日もこの切り口でお話を伺ってまいりたいと思います。ではまず最初に山崎さんに伺います。宇宙生活で起こる体の変化について教えてください。はい、宇宙では肌はもちろん体全身に変化が起こるんですね。で、無重力だと体の血液、それから体液が上の方にシフトします。で、顔がむくむんですね。で、シフトしただけなんですけれども、脳としては体の水分量が増えてしまったと誤解をするので、尿として水分を多く排出します。ですから宇宙滞在中は体の中の水分量が地上に比べて 80% から 90% ぐらいと、減ってしまうんですね。で、また宇宙船の中も湿度が低い環境ですので、どうしても肌が乾燥しやすくなります。で、それを補おうとして油分が出るので、時には油脂脂質になってしまうこともあります。で、肩こりや腰痛はなくなって、それは非常にありがたいんですけれども、その一方で筋肉や骨は衰えてしまいがちです。ですから日々我々宇宙空間でも、トレーニング、筋トレをするんですけれども、顔の筋肉だとか舌を動かす時の表情筋のようなものも衰えがちになるので、コスメとして工夫できる点だと思います。
確かにそうですね。顔の筋肉が衰えてくるとやっぱり張りたるみといったような張りのなさとかたるみといったようなにつながりますので、これからのそのエイジングケアという観点でもすごく注目できるところだと思います。体に重力がかからないと逆に衰えるというお話があったんですが、村上さんに次はお伺いしたいんですが、はい、極地という場所では体の変化、何か衰えることってあるんでしょうか。はい、僕は昭和基地という南極のところに500日以上いたんですけれども、意外とその基地内の居住環境っていうのはすごく安定してるんですね。湿度も気温も変化もあまりないですし、ましてやこの人の出入りが全くないので、本当に限られた人にしか会わない。で毎日の仕事っていうのも基本的にはこう同じことのこう繰り返しですので、あとはそうですね、特定の人以外はあまりその基地の外にも遠征に出る機会が少ないんです。ってことはやっぱりその空間的にもすごく同じ場所にこうこもって生活することになっちゃうので、よく言えば安定して快適とも言えるんですけど、その心と体への刺激とか変化にすごく非常に乏しい閉鎖環境にあるんですよね。でそうするとそういう変化が乏しくなってくると、こう体にこう揺さぶりが全く心身ともに来ないんですよね。そうするとやっぱりこう免疫とかそういったものがなんか自分たちでは自覚症状がないんですけど、どんどんこう落ちていってしまう。そしてこう体にがっていうのは確実にこう弱くなっていってしまうっていうのはすごく課題なんですよね。あとその普通であれば僕らこう日本で生活している時っていうのはこう生活の場ですとか仕事の場、あと遊びの場っていうのをこう行き来しながら、日常ですとか習慣、あとはこう人間関係みたいな中にこう小さな変化を移動しながら作り出してるんですよね。そうやってこう心と体のバランス取ってるんですけど、こうやってコロナみたいな状況になってしまうと、まずこう移動の制限ができますので、こう日常の中でのこの空間の節目っていうものがなくなってしまうんですよね。そうするとこう微妙なこのバランスの歯車っていうのがどんどんこう狂ってしまうですよね。でこれが極地の基地だと、季節の変化もないですし曜日の変化もないので、こう外から変えてくれるもの、そういったリズム変化がないので自分で変えていくっていうのは本当になかなか大変なんですよね。なるほどです。あれですね、心の状態に起伏がないと体の機能が衰えるって、そういう連鎖もあるっていうことですか。そうですね、まさにそうです。なるほど、はい、実はですね、私たちポーラではボランティア活動で老人ホームのおばあちゃんたちにメイクを行うような活動をすることがあるんですけど、そのお化粧をして気持ちがウキウキってなると、その瞬間お体の動きが軽快になる方が多かったりするんですけど、はい、そんな感じと似たような感じでしょうか。そうですね、そうやってなかなか自分ではその気分の力っていうものをコントロールできないんですけど、外からこう気分の力をこう変化してあげるっていうのは、こうお化粧っていう、しかも人とのコミュニケーションの中で会話もそうですし肌の触れ合いもきっとあると思うんですけど、そういったものってのは本当にこう心とその皮膚の関係っていうのはすごく近いと思うんですよね。すごく近いと思います。ありがとうございます。先ほど山崎さんからも負荷をかけないと逆に衰えるなんていう話がございましたが、これからのその超高齢化社会では負荷をかけたくてもそんな運動ができないっていう方が増えてきますし、最近はコロナで運動不足も気になりますので、こうやって宇宙で起こる体とか心の変化、対応を考えていったら、いや実は人生100年時代とかニューノーマルの生活のヒントにもつながりそうだなというふうに思っております。さあ少し次にお話を進めて、参りたいと思いますが、もう一度村上さんにはい、お伺いしたいんですけれども、すいません、極地で長期間お仕事されるとき持っていけるものが限られると思うんですが、どんな工夫をされているんでしょうか。そうですね、もう地上というか、日本で準備してきたものの、全てがこう制約、その制約で考えてきたものは荷物にこう込められるようなものなので、ものすごくこう荷物、っていうのは大事なんですけど、やっぱりいろんな制約があるんですよね。もちろんその重量もそうですし大きさですね、あとすごく長期のミッションの場合は全体量が多いんですよね。なのでこうどこにしまってあるかとかっていうのを、こう必要なものをこうすぐに取り出せられるかなんていう、そのなんていうんですかね、在庫管理上の制約っていうのもこうあるんですね。あとこう、使っていくとこうどんどんこう中身が減ってくるんですけど、容器の形がそのまま変わんないと、
なかなかこう、なんですかね、パッキングの上ですごくストレスになってしまうんですよね。で、まあ、そういった、あとは、そうですね、変形とか、輸送しますので、変形とか壊れてしまうとか、まあ、そういったものに対して、まあ、多少こう雑な扱いでも、まあ、運べるっていう容器が非常に嬉しいんですけど、ただ一方でですね、一番局地で難しいのは、何がないってことにこう気づいちゃうことなんですよね。普段だったらあんまりこれいらないかなと思ってることでも、向こうに行くとこうないものに気づいちゃうんですよ。例えば本当にお醤油とか梅干しとか何でもいいんですけど、でそれが絶対にこう解消されないので、毎日これがないんだな、これがないんだなってことにこうずっと気づき続けてるとですね、それ自体がすごくこうストレスになってってしまうんですよね。そうすると容器の残量ですね、中身の残量がきっちり分かっちゃうと、それはそれでこう不安みたいなものを助長させてしまうこともあるんですよね。だから その辺のバランスがものすごく難しくて、やっぱり把握はしたい。だけどそのあんまりこうきっちり見せてしまうと不安も作ってしまうっていうところがあるので、まあ、そういったそのやっぱり容器の役割っていうのはすごく大事だなというふうに思いますね。すごい面白い視点です。ちょっと取りに帰るっていうことが宇宙だとますますできないと思うんですが、はい、山崎さんはその荷物だったりとかの工夫はどうされていたんでしょうか。はい、まあ、宇宙でも、まあ、持っていける重さ、体積、まあ、いろいろ制限があるというのは村上さんがおっしゃってくださった、まさにその通りなんですよね。でしかも持ち帰るゴミ、捨てるゴミの量にも制限があるので、まあ、やはり容器も最後使い終わった後にそのままよりは極力小さくなってかさばらないというような、まあ、そうした視点もね、とても大切になってきます。また省エネというね、観点です。環境に優しいという観点が大切になるかなと思います。あと宇宙だと例えば容器の蓋などを外してそれが分かれてしまうと、そのパーツごとに飛んでいってしまわないようにマジックテープのようなものを、小さいものをつけてどこかに仮止めというか置けるようにしとかないといけないんですね。だから極力蓋なども分かれるよりは止まっていてほしい、一体化しているような、まあ、そういった扱いやすさというものも大切になります。ありがとうございます。蓋が飛んでいくとか、例えばアイシャドウのチップが浮いていくとか。そうなんです。細かいチップもね、一つ一つマジックテープをつけないといけないんですよね。いや、それは本当に化粧品メーカーとしては飛んでいくという発想は全く今までしたことがありませんでした。機内、飛行機の機内では、ここもやっぱり制限があると思うんですが、江島さんいかがでしょうか。はい。機内もお二方と同じように限られたスペースというところでは同じ課題を持っていると感じています。例えばギャレーと呼ばれるキッチンスペースなんですけれども、場所によっては1畳2畳ぐらいの狭いスペースの中で数名の客室乗務員が行き交いつつ、でお客様のお好みですとかアレルギー病状などにも合わせてお一人お一人に合うものを確実に間違いのないように提供していきます。でそういう中においては効率性ですとか視認性は非常に重要だと思っています。例えば片手で蓋を開けられるですとか、あと重量も軽めで手軽にお客様も扱える、それから視認性というようなところにおいては色や形などによって間違いのないようにソースやドレッシング、お薬に近いようなものもお渡しできるようにっていうような、まあ、考える、覚えるを超えた人間工学に基づいたようなデザインであると非常に助かると思っております。本当です。今の江島さんのお話を伺うと、まあ、そういう観点を持った容器開発をすると、もしかしたらその地球環境でいうと、例えば障害のある方とか、高齢で力が弱くなった方とかなど、その誰に対しても壁を作らない使い方っていうのが提案できるななんていう可能性をすごく感じます。で江島さんはその宇宙船の環境に一番、まあ、近いと言われている機内で飛行機内で過ごす時間が長いと思うんですが、体とか肌などで感じる変化をぜひ教えてください。はい、やはり先ほどのお話にもあった限られたスペースというところ、あと感想も先ほどお話が少し出ましたけれども、非常に共通しているところではないかなというふうに思っています。で感想という点では、まあ、機内は 10% から 20% ぐらいの湿度、まあ、これは砂漠の 20% ぐらいよりもさらに低いということで、肌には非常に過酷な状況だと思っています。
で、まあ、そういう中でも仕事を長時間していくということで、私たちが気をつけるところとしては、まあ、外からと内面からと精神面の3つをバランスよく、なんとか過ごしていければというふうに思っています。で、例えば外からであれば、食事の合間に私たちが中間食をとって体調を保つように、メイクの上から朝と夜だけではなくてクリームですとかミストで保湿をする。内面からで言うと、まあ、水分をこまめにとるというところ、そして精神面から言うと、ストレスのないようにメリハリを持ってお客様と対面して、時間に限られた中でサービスですとか安全に動いている、その合間には景色を見たりですとか、お客様とお話をしたり、で狭いスペースでもストレッチをしたりしています。まあ、たまに持ち込む小物としては、テニスボールでとかゴルフボールでマッサージをしたりですとか、小さな携帯用湯たんぽでお湯を入れて少し体温を上げたりですとか、いろんなことをしながらストレスを発散したり、なるべく負荷のかからなく、お客様にも優しく対応できるような余裕を持てることが必要だと思っております。なるほどです。やっぱ気分転換っていうのは、やっぱりその閉鎖された空間の中で本当に重要ですよね。村上さんは気分転換の秘訣とかあったら、ぜひ教えていただきたいんですが。はい、やっぱりすごくその極地の生活っていうのは気分転換大事ですし、先ほどもちょっと言ったんですが、こう変化が全くないんですよね。あとおそらく皆さんはその極地の生活っていうと、こうサバイブ、生き延びるためのこう生活がずっと続くっていうふうにおそらく多分思ってらっしゃると思うんですけど、実はそんなことはなくて、アライブなんですよね。まあ、毎日毎日生き延びるではなくて、生きている実感というのを少しずつこう積み上げていかなきゃいけないというのがすごく大事なんですけれども、それはほんのちょっとしたことなんですよね。例えば僕なんかはですね、その極地の場合、極夜っていうものがあって、まあ、ずっとこう 夜の状態がですね、太陽が出ない状態が2ヶ月ぐらい続くことがあるんですね。で、その特にその極夜の入り口と終わりっていうのは、なんかすごくもう、うっすら明るいけど、太陽は出ないっていう、何ですかね、もう雪もグレーに見えるし、空もグレーに見えるしっていう、もうどんよりとした世界がずっと続くんですよね。で、そうした時に僕はそんなにあんまりこうロマンチストな人間じゃないんですけど、毎日こう食べてる食事の中に、あ、こんなに色があるんだと、でこんなに形もあるんだっていうところにすごくこう気づいて感動して、そこを毎日見るのが必ず3度やってくるんですよね。でシェフも気を利かせてこう盛り付けっていうのも極地でありながら結構気遣ってくれたので、それを一つ一つ見つけるっていうのがすごくこう心の支えになってて、それこそその、あ、今日も生きてるなっていうその実感に、なってきたっていうのを感じるんですよね。だから本当にこういう些細なことでもいいんですけど、そういったものがこうやっぱり非常に大きな気分転換っていうものになっていくなっていうのは極地の生活でも感じました。ほどです。お食事の色とか形、そのやっぱり感性にこう訴えるっていうところが気分転換になるっていうのは、これは本当に化粧品作りとしてもとっても参考になります。山崎さんは機内での生活での、あ、宇宙船内での生活でのその気分転換とかはいかがでしょうか。はい、そうですね、村上さんもおっしゃってくださったように、宇宙船の中も一緒で、最初は環境が変わるので物珍しさというか特別な感覚もあるんですけれども、まあ、だんだん数日経ってくるとそれが日常になるんですね。本当にアライブで、まあ、環境は違うけれども慣れて、それが私たちにとっては日常になっていくんですね。で、宇宙船の中も季節があるわけでもなく、人工的な環境で温度湿度もだいたい一定でということなので、やっぱりお風呂シャワーも全く入れないという中なんですよね。だからリフレッシュの仕方が難しいんですけれども、まあ、ちょっと夜寝る前に固形石鹸などは持っていけるので、その石鹸の香りを嗅ぐと、あ、ちょっとリフレッシュされたり、あるいは、まあ、宇宙食はパッケージは宇宙食の場合は味気ない、銀や普通のプラスチックのもので容器にも入れられないので、そこは味気ないんですけれども、まあ、でもそのコーヒーだとかお茶とか何かその香りを嗅ぐと、温かい飲み物を飲むとちょっとリフレッシュされたりと、まあ、皆さんそれぞれね、リフレッシュの仕方を考えて工夫していたんじゃないかなと思います。だからそういった意味だと、
と宇宙食にしてもいろいろなその持っていく石鹸にしても誰のものかを識別するためにちょっと印をつけておくんですね。一人一人に色を決めてその色の小さなシールを私たちは貼っていたんですけれども、まあ、そのあたりも個人でね、まあ、そこが本当に彩りというかリフレッシュされる部分なので、まあ、それぞれカスタマイズが少しできるというそれも工夫になるんじゃないかなと思います。宇宙で その生活というとこう水を持っていけないということもすごく制約があるんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしたか？そうですね、水は、まあ、時々は補給するんですが、今は宇宙船の中で尿もまた再利用して殺菌してリサイクルをしているんですね、うん、で、まあ、そのリサイクルの、まあ、性能も限られているので1人だいたい1日3リットルぐらいの水で飲み水から宇宙食を戻すお湯からすべてを賄っていると。でほんのちょっとの水を使って歯をゆすいだり体を触れ拭いたりという形なんです。なんかまあ地上と同じように自由にはいかないですけれどもね、まあ、でもその水が浮いている様子がね逆に宇宙の無重力ならではということで、まあ、その中にちょっと私の場合だと桜茶の花びらを入れて水中花を作ったり、まあ、なんかそれはそれでまた工夫をするとリフレッシュになっていたかなと思います。ありがとうございます。まあ、制限がある中でもその使い心地とかあるいはその感性とか良い香りっていうのは QOL に欠かせないんだなということが皆さんのお話を伺って分かります。実はですね、東日本大震災の時にまあ、ポーラをお使いのお客様だったりとかビジネスパートナーのビューティーディレクターたちも、まあ、被災された方が多かったんですが、避難生活が長くなるにつれていつもの化粧品が使いたいというふうにご注文をいただくことがすごく多かったんです。でやっぱりあとハンドトリートメントサービスがすごく喜ばれたりとか、でそういったこう制限のある環境だからこそこう好きないつもの香りに包まれたりとか、その五感を豊かにすることが、まあ、メンタルヘルスにもつながるんだななんていうふうに思います。さてすみません、さてそろそろお時間のようです。このようにですね、宇宙での生活を考えることというのが、これからの地球での生活に大いなる示唆があるなと思っております。超高齢化社会、それに伴って起こる身体的な問題の解決、ユーザビリティの向上につながるヒントもありそうですし、また水を豊富に使えない宇宙、まあ、これは災害時でも使える化粧品、水を使わない新しい化粧品材系の開発といったヒントにもなりそうです。このプロジェクトでの化粧品開発では SDGs の観点を多方面から取り込んだ発想ができそうだなと大変期待を感じています。短い時間ではありましたが、本日は山崎さん、村上さん、江島さんにご協力をいただきましてパネルディスカッションをさせていただきました。ご視聴いただいた皆様も大変ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。